はい、どうもです。こんばんは。今日からめちゃくちゃたくさん来ましたね。急に10キャラ、まあ、日本人5キャラとドイツ5キャラでということで、まあ、いきなりめちゃくちゃたくさん投入されてきましたというところで、数値チェックしていきたいと思います。まあ、ちょっとね長くなるかもしれないので、まあ、説明欄の方には目次つけてますので、まあ、そちらを見てですね、見たいキャラクターのところにピュッて、飛んでもらえればいいかなと思います。はい、では早速いってみましょう。みすぎくんから、まあ、日本人5キャラ見た後にドイツ5キャラっていうような順番ではやっていこうかなと思ってます。ではでは、みすぎくんですね。まず技、ドリブル貴公子のステップって読むんですかね。465威力のS 技のドリブルがついてますね。で、ドライブパスの A とノーブルパスカットの A といったような感じですね。はい、特技が全力ゲージアップ、マッチアップに勝負すると全力ゲージ 25%、そしてついに来ましたね、超団結速の日本5人以上 20% ということで、ミスギ君を取れればまあ、速5人以上の 20%、まあ、60% ですね、まあ、こちらを揃えることができるというような感じになりますね。はい、絆、潜在スキル絆ですね。速属性の日本選手が5人以上いると全員のパラメータ 2%、絆、速属性の日本選手が5人以上いると相手チームのパラメータはマイナス 2% と。で、必殺技威力が、全ての必殺技威力 10% アップといったような形ですね。まあ、この全ての必殺技威力 10% アップによってですね、まあ、常に必殺技使う時においては、まあ、パラメータ 10% 上がってるような感じになるので、まあ、そこがポイントかなというふうに思います。まあ、なのでパラ的には 10% ぐらい上がる、潜在スキルといったような感じですかね。はい、数値見ていきましょう。フィジカル 10% フォメのチームスキル 60% で見ていきます。スタミナは1015ですね。煙突に関してはタックルとパスカットに振ってみましたけれども、まあ、このミスギ君総合値自体は非常に高くて59000、まあ、ほぼ6万あるんですよね。ほぼ6万あるんですけど、まあ、ドリブルパスタックルパスカットブロック、まあ、この辺にですね、まあ、バラバラとパラメータが振り分けられているような感じになっているので、まあ、ちょっと煙突の仕方次第ではまた変わってくるのかなと思うんですけど、まあまあ、ディフェンダーなんで一応タックルパスカットに振ってみました。はい、では見ていきましょう。まあ、左側が表示される値ですね。で、右側が必殺技威力を、まあ、数値に換算したものといったような感じです。ドリブルが18000、パスが18700、タックルが24000、ブロック16000、パスカット20000という感じですね。必殺技威力の 10% を反映すると、ドリブルの威力が28000、パスが25000、タックルが22400で、パスカットが22100、まあ、ブロック18300という感じですね。まあ、なのでちょっとね、まあ、シュート以外の値に関してはまんべんなく2万ぐらいは出るっていう感じになるんですけど、まあ、ちょっとねなんか尖ったところはないので、どっちかっていうとディフェンダー攻めとかの方が向いてるかもしれないですね。ディフェンスからフォワードにマッチアップしてパスをつなぐ、またはドリブルとか、まあ、そんな感じの方がいいのかもしれないですね。まあ、ちょっと総合値の割には、じゃあちょっと微妙かなっていうところは若干ありますね。ではちょっと比較の表を見ていきましょう。もう常に必殺技威力 10% って乗りますので、まあ、そちらを反映した形で比較表を見ていきたいと思います。はい、まずスタミナですね。まあ、直近のミスギ君と比べるとスタミナは高くなっております。まあ、今回比較していくのは、ノーブルパスカットの読み勝ちのミスギ君と、まあ、あとは、以前の代表のミスギ君、まあ、こちらと比較してみたいと思います。まずドリブルですね。ドリブルに関しては、読み勝ち 50% が乗った時のノーブルのミスギ君で、読み勝ちと中央エリア、もしくは読み勝ちが乗った時の、まあ、以前の代表ですね。で、今回のミスギ君が、来るという感じです。はい、パスに関しても、読み勝ち 50% のノーブルミスギ君が高くて、
で、その次に旧代表の読み勝ち50パーが乗った時が来て、でその後に三杉くんが来ると、まあ、今回の三杉くんが来るといったような感じですね。まあ、なので攻めにおいては読み勝った、まあ、以前の三杉くんとかの方が高いというような感じですね。はい、タックルに関しては、読み勝ちと中央エリア、まあ、これが乗った時の以前の代表ですね。で読み勝ち 50%、読み勝ち 50% のノーブル、そして今回のミスギと、まあ、ちょっとね、あの特技込みの値で見ていくと、まあ、今回のミスギ君は、まあ、特技による、まあ、なんすかね、反映っていうのが、まあ、必殺技威力 10% しかないので、まあ、ちょっと捨て的にはあの、まあ、今までのミスギ君よりは下がってくるといったような風に捉えてもいいのかもしれないですね。ブロックに関しても、まあ、以前の代表のミスギくん、ノーブルのミスギくん、そして今回のミスギくんといったような順番ですね。ちょっとなんか捨て弱いっすよね。せっかく、速の 20% で来たんですけど、まああんまり使い勝手が良くないのかもしれないですね。パスカットに関しては読み勝ち 50% ノーブルですね。でその後に旧代表の方が来て、で今回の新代表のミスギくんが来るといったような形になっております。まあ、なので、まあ、結論としてはミスギくんはちょっと、まあ、捨ては他の今までのミスギくんと比べると下がってくるけれども、やはりチーム付きは強力なのでっていうところと、まあ、マッチアップ勝利の、まあ、全力ゲージアップっていうところをうまく戦略に組み込んでいけば、まあ、なんとかなるのかなという感じですかね。では新田くん見ていきましょう。はい、今回の新田くんはなん と、S 技の高浮きですね。若道流三角飛び早ぶさボレーシュートっていうのがついてます。まあ、475威力ですね。で低浮きもついててノートラップランニングボレー早ぶさシュート440威力、そして早ぶさパスの A ですね。特技がゴールキーパーキラー、ゴールキーパーに対してパラメータ 20%、チムスキは残念ながら日本 15% ですね。技の、まあ、日本は今 60% も組めますので、まあ、そちらは来なかったという感じですね。はい、絆、技属性の日本選手がちょうど3人いると全員のパラメータが 2.5%。 これ難しいですよね。技も日本選手がちょうど3人なので、日本技なんすか、技日本のデッキに組み込んでいくと日本がちょうど3人ってことはないと思うので、まあ、そう考えるとどっちかというと海外チム好きとかに入れていくような感じになってくるんですかね。潜在、もう一個急角度シューター、深い角度の位置でシュートを打っても威力が落ちづらい。で必殺技威力アップ、高い浮き球の必殺技威力 10% と、まあ、いう形ですね。まあ、なので、まあ、普段から、まあ、低い浮き球に関しては得意の補正が乗ってて、まあ、それに加えて高浮きのシュートにも 10% 乗るよといったような感じですね。フォーメはフィジカル 10%、 チムスケ 60% で見ていきたいと思います。スタミナは1086ですね。ドリブルと、まあ、シュート、まあ、こちらに幻突してやっていこうかなといったような感じです。はい、一番左がまあ何も乗らなかった時で、右側がゴールキーパーキラー、まあ、なんでシュートですね。まあ、シュートの値だけ見ていこうかなと思います。でそして、こっち側が高浮き、まあ、これを反映した値ですね。はい、高浮きの左側がこれが何も乗らなかった時の高浮き 10% が乗った時なんで、まだここだけですね。ここしか変わってないといったような感じです。まあ、早速見ていきましょう。まず何も乗らないときはドリブル 19,900、 シュートが20,000でパスが 14,900 でタックル 16,000、 パスカット 14,000 なので、まあちょっと捨てとしてはね決して高くないかなと。でまあゴールキーパーに届いた場合においてはシュートが 24,600、 まあ地上であればですね。で低浮きであれば 27,693、 まあ補正が入ってっていう形ですかね。でさらに、まあ、一番右、まあ、こっち見てほしいんですけども、高浮きの補正も込みした、あれですね、ゴールキーパーに届いた時の値ということなんですけど、まあ、高浮きであれば 27,000 相当で、低浮きであれば 27,600 っていうところなので、まあ、ゴールキーパーに届いてかつ浮き球のシュートを打つことができれば、まあ、一応あの
まあ、目標としているバフ 0% チムスキ60での、まあ、2万7000台っていうシュート値ですね、まあ、こちらはまあギリギリクリアできるといったような形かなと思われます。まあ、では今までの新田くんと簡単にですけども比較していきたいなと思います。では今までの新田くんと簡単に比較していきますね。まあ、まずスタミナですけども、まあ、スタミナに関してはフェスが一番高いということになってますね。でその次に今回の新代表の新田くんが来るという感じです。さて、次ですね、ドリブル、ドリブルに関しては読み勝って全力全開、もしくは読み勝った時のフェスの新田くんが一番上に来てます。で、まあ、ゴールキーパーキラーっていうのはキーパーにしか反映されないので、まあ、この値は乗ってこないと。まあ、次にリンク 15%、 そしてカジバ 30%、まあ、リンク 25%、まあ、この辺の新田くんが来てるということですね。まあ、今回の新田くんに関しては、まあ、普段の数値っていうのはまあ決して高くないといったようなことがわかるかなと思います。はい、シュートに関しては、まあ、読み勝ちと全力全開乗った時のフェス、まあ、ただこれはゴールキーパーには届かない値ですね。なので、まあ、実質1位なのはカジバ 30% の、まあ、この新田くんですね。まあ、こちらのシュート値が一番高くなってるよと。で、まあ、読み勝ちを飛ばすと実質次はゴールキーパーキラー 20% の、まあ、今回の新代表の新田くんという感じですね。まあ、なので、まあ、このカジバ 30%、まあ、よりは、まあ、普段、まあ、ずっとこの値、ずっとこの 13,288 っていう値出ますので、まあカジバより高くなるタイミングっていうのは多分あるんだろうなといったような感じですかね。はい、まあ高浮き見ていきましょう。まあ高浮きの補正を入れた、まあ、このゴールキーパーキラー 20%、 そして高浮きの補正を入れたとしても、カジバの新田くんよりは低いシュート値という感じですね。はい、低浮きに関してはオランダキラーと低浮き 40%、まあ、これが乗った時の新田くんが一番高くって、でまあ、読み勝ちは飛ばしてカジバがその次に来てると。でその次は低浮き 40% のドリコレですね。でその次に今回の代表の新田くんが来るというような感じです。まあ、守備は飛ばしたいと思います。まあ、今回の新田くんに関しては、まあ、そうですね、まあ、ドリコレの低浮きとかよりも威力は出づらいといったような形ですね。まあ、チムスキも、まあ、日本 15% ですし、絆に関しても技属性日本の、まあ、ちょうど3人とかっていうバフなので、まあ、ちょっとね、技日本の人が、まあ、絶対取んなきゃいけないかなっていうようなキャラクターではないのかなというようなイメージですね。はい、では森崎見ていきましょう。まあ、今回ねちょっとパッと数値見た時にこの森崎は相当いいんじゃないかなというふうに思ったんですけど、まあ、ちょっと見ていきましょうか。まず頑張りビッグセーブっていう、まあ、パンチングの S 技がついてます。485威力ですね。で A 技の体のどっかに当たってくれ、325の A 技がついてます。まあ、特技はスーパーサブの S、まあ、途中出場するとパラメータ 30%、まあ、今回ね早の森崎くん来ましたので、まあ、そちら、まあ、チムスキは残念ながら日本の 15% という形ですけれども、まあ、森崎くん今まで早で強いのいなかったかなと思うので、まあ、やっと来たかなって感じですね。で潜在スキルは海外選手キラー、そして海外選手に対してパラメータプラス 5%で、まあ、この潜在スキルですよね、自動ブロック強化、味方ディフェンスの自動ブロック時 80% の確率で必殺技が発動するっていうことなので、まあ、味方 の、 ディフェンダー全員にこの自動ブロックの、まあ、特技の S ぐらいが、まあ、付与されるということなので、まあ、これかなり強いんじゃないかなというふうに思います。まあ、そしてスーパーサブ 30% っていうのも数値的にはかなり上がるので、これは気になりますよね。フォーメンはフィジカル 10%、 チムスキ 60% で見ていきたいと思います。スタミナは1125ですね。で、まあ、幻突に関してはパンチ全振りですね、やってます。まあ、一番左、まあ、ここですね、ここの値が、スーパーサブとして使わなかった場合ですね、
まあそんなこと多分ないと思うんで、この右で見ていくんですけど、真ん中がスーパーサブだけ 30% 乗った時で、これが海外選手キラーも合わせて乗った時ですね。はい、パンチの値なんと 27,900 なので、まあ、パンチとかシュートっていうのはバフ 0% チムスキ 60% で 27,000 台出したいですよねっていうところに関しては、結構クリアしてってるなという感じですね。まあ、多分普通にシマンズより強いんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、さらに海外選手キラーを乗っけると 28,988 ということなので、まあ、ここにねしっかり絆なりバフなりっていうのが、まあ、例えば 10% とか乗ってくると、まあ、かなりいい値出てくるんじゃないかなと。はい、まあ、絆とかで 10% バフ乗っけることができればパンチは3万超え、まあ、してきますよという感じですね。はい、なので今回の森崎くん非常にやれる森崎くんなんじゃないかなと思われます。はい、まあ、いろんなキーパーとですね、まあ、エスパであったりとか、まあ、若林とか、まあ、サリナスとか、まあ、その辺いろんなキーパーと簡単に比較してみたいなと思います。はい、まずスタミナですね。スタミナに関しては、エスパが1150で結構高いですね。まあ、その次に1125で森崎くん来てるんで、まあ、森崎くんにしてはかなりスタミナ高いんじゃないかなと。まあ、サリナスより高いですね。まあ、ただ気になるところはステなので、まあ、ステがどうなのかということなんですけども、まあ、シュートキラー 15% が乗った時の幻で、そしてサリナス、フォワードキラー乗ったサリナスで、セーフティーゾーン乗ったミューラーで、この次に、来ますね、今回の森崎スーパーサブと海外キラー両方が乗った時の森崎って来るので、まあサリナスとまあほぼ変わんないですよ多分。まあ、サリナスの方が若干高いんですけども、まあ、かなり変わらないところまで来てるので、まあ、今回の森崎くんかなり強いと思います。で、まあ、そのまま下見ていくと、まあ、エスパとかがシュートキラー 7% 乗ってこのぐらいと、まあ、1万5000、まあ、前半というところですね。まあ、なのでジノよりちょっとエスパの方が高いと。で、まあ、それよりだいぶ高いですよね。15,700ということなので、まあ、今回の森崎くんいいんじゃないかなと思います。はい、では石崎くんですね。石崎くん見ていきましょう。まず S 技ドリブルヒールリフトハテナっていうのがついてます。威力420ですね。で、ガムシャラパスの S405 威力で、ド根性ディフェンスの A がついてますと。で、特技に関してはちょっとこれ特殊だなと思ったんですけど、ディフェンダーなんですけどドリブル移動距離強化の S、ドリブル成功時に移動距離 7.5 倍ということなので、まあ、ミカエルが5倍ですので、まあ、それよりも移動してくるという感じですね。で、技属性で、なんと超団結技日本5人以上の4人目という形になりますね。これで、まあ、なので、まあ、技日本に関しては、まあ、かなりバリエーション豊富に組めるのかな。まあ、例えば翼をフェスの超フェスの翼に変えたりとか、まあ、そういったこともできるように、まあ、なってくるのかなという感じですね。はい、絆、即属性の海外選手がちょうど3人いると全員のパラメータ 2.5%、サイドマスターサイドライン付近でパラメータ 15%、 ハイボーラー、センタリングが必ず高い球になる、ホットライン不要石崎、味方の翼岬は石崎からのパスを受け取ると次のコマンド選択時にパラメータ 5% アップということなので、まあ、石崎で、まあ、ドリブルで崩してで翼とか岬にパスを渡していくっていうような、まあ、そういうキャラクターなんでしょうかね。フォメに関してはフィジカル 10% フォメで、チムスキは 60% で見ていきます。スタミナ1150ですね。まあ、ちょっとこの石崎くん、まあ、どういう風に幻突したらいいかっていうのはいまいち、まあ、つかめなかったんですけども、とりあえずドリブルとパスに幻突をしてみました。まあディフェンスとしてディフェンダーなんでディフェンスに振るっていうのはいいかなと思うんですけど、まあ、一応なんか今回ホットラインとかもあったので攻めっぽい感じにしてみました。はい、
まあ、左側っていうのがサイドラインに乗らなかった時で、右側っていうのがサイドラインが乗った時という形になりますね。サイドライン乗らないとドリブル 19,700、 パス 19,400、 タックルが 17,600、 ブロック 17,500、 パスカット 15,500 という形なので、まあ、全体的にそんなに高くないですね、正直。でサイドラインが乗って22,600のドリブル、パスも22,300で、タックルが2万、ブロック2万、パスカット17,800という形ですね。まあ、サイドラインが乗ってもそんなにそこまでステが上がりきらないというか、まあ、そういったような感じですね。まあ、ただこの特技っていうところをうまくなんか使えれば、特技と潜在スキルをうまく使えれば、まあ、なんか面白いキャラクターになるのかなといったようなイメージですかね。では歴代の石崎くんとちょっと比較してみたいなと思います。まずはスタミナですね。スタミナに関しては中学校の石崎くんが一番高くて、その次にフェスで今回の代表が来て、前回の代表の、あとはサイドマスターの、まあ、石崎と、まあ、こんな感じですね。ではドリブル、はい、まあ、ドリブルに関しては今回のサイドマスターが乗った時の代表石崎が一番高くて、で次に、まあ、サイドマスター 20% の方の石崎と、まあ、シュートちょっと割愛させてもらって、でパスですね。パスに関してもサイドマスター 15% が乗った時の石崎、まあ、今回の代表石崎ですね、まあ、なので攻めにおいて、まあ、歴代の石崎くんより、まあ、強い石崎くんなのかなっていうのが言えますね。でその次に中学校をサイドマスターってくると、まあ、ただ守備に関してはどうなのかっていうところですかね。まずタックルに関してはフェスが一番高くて、次にサイドマスターで、その次に来るのが今回の代表の石崎くんという感じですね。ブロック、ブロックに関しては前回の代表の石崎くん、そしてフェスの石崎くんで、その今回の代表の石崎くんといったような順番ですね。では最後パスカット、パスカットに関しては、まあ、ワールドユースの石崎くん、フェスの石崎くん、中学校の石崎くん、そして今回の石崎くんといったような序列ですね。まあ、なので、攻めに関しては歴代の石崎くんの中で一番高いですけども、守備に関しては、まあ、3番手4番手ぐらいに来てるといったような感じですかね。どうなんでしょうね、まあ、攻めとして、まあ、使ってあげてたらいいような感じのキャラなんですかね。はい、ではソーダくんです。まあ、これで日本人の最後ですね。ソーダくん見ていきましょう。まず技ですね。カミソリダッシュの S ドリブルがついてます。まあ、そしてカミソリタックル2枚刃、まあ、420威力の S 技がついてます。そして A 技のカミソリパスカット295威力がついてますね。まあ、このカミソリタックル2枚刃っていうのはカミソリタックルと威力変わりませんので、カミソリタックルとかを今まで上げてる方に関してはそれでいいのかなと。まあ、技としてはフェスについてる技が一番まあ強いんですので、まあそちらはまあ移植するのであればフェスから持ってくるのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、特技が読み勝ちマスターで、読み勝つと 50% アップ、まあこれ非常に強いですね。そして来ました、超団結力2本の5人以上の 20% ですね。まあ、なので、まあ、今回ソーダくんを手に入れると、力の2本の 60% こちらも揃う形になります。まあ、あとは葵くんと浦部くんと合わせて揃う形になりますね。潜在スキル絆、力属性の日本選手が5人以上いると全員のパラメーター 1.5%、パラメーターダウン耐性、味方に対するパラメーター低下効果を 5% 軽減、属性無視、苦手属性に対する属性効果を無効化するということですね。まあ、ステがすごい大きく上がったりするようになって、まあ、この属性の補正っていうのがね結構効いてるような気もするので、まあ、この属性無視っていうのは実は結構強いんじゃないかなというふうに思います。さて、フォーメに関してはフィジカル 10%、チームスキは 60% ですね。でスタミナは1130です。タックルパスカット、まあ、こちらに、現突する形で見ていきましょう。
左が、まあ、表示される捨てですね。で右が読み勝ちが乗った場合の捨てという形です。ドリブルが19000、パス16000、まあ、タックル2万、ブロック16500、パスカット18800と、まあ、ただ読み勝つと 50% 乗りますので、これが非常に大きくって、まあ、ドリブルが28000、パスも24000、タックルが3万、そしてブロック24800、パスカット28200という形なので、まあ、おそらく読み勝てば、まあ、よっぽど取れるキャラクターなんじゃないかなというふうに思われます。はい、まあ優秀じゃないかなと思いますよ。これはでは歴代のソーダくんと比較してみたいなと思います。はい、スタミナに関してはフェスを超えてですね、一番高くなってます。まあ、フェスが1047なんですけど、それを超えて1130という形ですね。まあ、シュートは割愛させてもらって、まあ、まずドリブルから見ていきましょう。ドリブルに関しては読み勝ちが乗れば、まあ、あの圧倒的にフェスを超えて、高い値になってます。パスですね、パスに関しても読み勝ち 50% が乗れば、フェス超えですね。まあ、フェス相当オフェンス値高かったんですけどね、まあ、それでもだいぶ超えてきますね。はい、タックルに関しても、読み勝ち 50% が乗ればフェス超えという形ですね。まあ、フェスより強いんじゃないかなと思うんですけど、まあまあまあ、その読み勝てなければ、まあ、あのフェスよりは下がってくる数値にはなってるみたいですけども、まあまあそれでもだいぶ強いかなと思われます。はい、読み勝てばシュートキラーが乗った時のこのソーダくんよりもブロック値が高いという形ですね。最後パスカットです、パスカットに関しても読み勝てば、サイドマスター 25% が乗ったこの中学生のソーダくんよりも高いということなので、まあ、歴代のソーダくんと比べて読み勝てれば一番捨てが上がる、ソーダくんだということが分かりましたね。まあ、非常に強いかなと思います。まあ、今ミカエルのねドリブルとかどうやって止めんだっていう話、まあ、いろいろやってますけども、このソーダくんだったら、まあ、ワンチャン止まるんじゃないかな。タックル3万、まあ、そのシュミット兄弟でしたっけ、あのいますよね。まあ、そいつらよりはちょっともしかしたら、まあ、タックルのソステ自体が低いのかもしれないんですけど、まあ、それでもだいぶあの読み勝ち 50% で止めていくことができるんじゃないかなというふうには思いますね。はい、まあ、以上で、日本人ざっと見ていきました。まあ僕としては三杉くん、まあ、もちろん狙っていかなきゃいけないんですけれども、まあ、そちらの捨てがね、まあ、捨て的にはちょっと微妙だっていうのと、あとは S 取りをメイン技でつけてきたっていうので、またブラボ踏んなきゃいけないのかっていうのはちょっと、まあ、げんなりしてますね。まあ、ただ狙っていくとは思います。そのチムスキは必要なので狙っていかないといけないかなとは思います。まあ、ただ意外だったのは森崎くん、まあ、これかなり強いですよね。まあ、なので島津森崎っていう、まあ、こういうシフトとかはいいかもしれないですね。はい、まあそれではカルツから見ていきましょうか。まあ、ドイツ見ていきましょう。まずメイン技、ブロックですね。ザ・カルツブロックっていうのがついてます。まあ歴代のカルツのブロックの中で一番高いやつかなと思われます。465威力ですね。あとはアーティスティックカットとハリネズミタックルの A がついてるという形です。まあ、特技は自動ブロック強化で、自動ブロック時 80% の確率で必殺技が発動と。でチムスキは海外 15% でしたね。まあ、今回、まあ、即海外ということなので、まあ、即海外でカルツは海外 15% でしたという感じですね。絆、まあ、即海外でもすでに組めますけどね、 60% がね。はい、潜在スキル絆ですね。即属性の海外選手が5人以上いると全員のパラメータ 2.5%。 そして読み勝ちマスター、マッチアップで読み勝つとパラメータ 30% で、パラメータアップ、即属性のシュナイダーのパラメータが 3% 上がるといったような、形になってます。
まあ、なので即海外に入れて、まあ、シュナイダーも一緒に使っていけばシュナイダーには 5.5%、 まあ絆なんで、まあ、ちょっとあれですけど、まあ、結構上げれるカルツなのかなという感じですね。フォメ効果としてはオフェンス 10%、 チムスキ 60%、 まあ、これで見ていこうかなと思います。スタミナは1185ですね。ブロックパスカット、まあ、こちらを幻突して、ね、数字見ていきましょう。タックルに関しては何も乗らなかった場合、読み勝たなかった場合、もしくは表示されている捨てに関しては16000、ブロックが22300で、パスカットが2万とで、読み勝ちの 30% が乗るとタックルが21000、ブロック29000、パスカット26000という形ですね。まあ、なので、まあ、先ほど見たソーダ君とかとはちょっと違って、タックルで読み勝ってもちょっと取れないのかなといったような、捨てにはなってますね。まあ、ただブロックで読み勝てばシュートはまあまあ止まってくるのかなというような感じですね。では、歴代のカルツと比較してみたいと思います。まあ、ドリコレと、まあ、あとはフェス、まあ、あとはクラブ、まあ、この辺のカルツと比較していきます。タックルですね。タックルは PNI プラスシュートキラー、まあ、これが両方乗った時の、まあ、ドリコレのカルツですね。まあ、ドリコレのカルツは、まあ、シュートキラーとかでの上がり幅っていうのが非常にでかいので、まあ正直まあ、破格の数字になってるかなと思われます。で PNI でもね 50% 上がりますので、まあ、なので、まあ、そのドリコレのカルツの特技が、乗ったよりはちょっと少ないというようなタックル値になってます。読み勝ち 30% ですね。まあ、ただフェスの全力全開乗った時とかよりは高いよというような感じですね。ではブロック、ブロックに関しては PNI とシュートキラー両方乗ったこのカルツの次に、来てます。なのでシュートキラーだけ乗ったカルツよりも高い値が出てるので、非常にブロック値の高いカルツってことが分かりますね。では最後パスカットです。パスカットに関しても、まあドリコレのカルツを除いて多分一番高くなってますね。読み勝ち 30% で一番高くなってると。で、まあ、全力全開が乗った時のフェスのカルツとかよりも高いので、まあ、フェスは超えてるような、読み勝ちが乗ればフェス超えといったようなイメージですかね。はい、ではマリオゲーテ見ていきましょう。まあ、今回力できましたね。マッチアップ、タックルがメイン技でついてます。S タックル、ピンポイントタックルっていうのが440力のものがついてまして、ピンポイントパスの S 技。で、シュネルフィンテの A 技がついてますね。特技はマッチアップ勝利ボーナス S。まあ、マッチアップで勝利すると、シュートの威力が 50% 上がるという、まあ、なんか強そうな特技がついてます。チムスキは海外 15% ですね。なのでゲーテに関しては、まあ、海外 15% と、まあ、力の海外はゲーテではなかったってことですね。超団結に関しては違ったと。で絆、力属性の海外選手がちょうど3人いると全員のパラメータ 2.5%、まあ、これまたちょっと新田君の時みたいになんか使いづらそうな絆ですよね。でハイボーラー、センタリングが必ず高い球になる。でスタミナキラーかっこディフェンダーということで、マッチアップ時に相手ディフェンスのスタミナ消費量が 15% アップというものです。オフェンス 10% のフォメで、チムスキ 60%、スタミナは1087ですね。幻突はシュートとドリブルに振ってみました。まあ、タックルもねかなり高いんですけど、まあ、一応マッチアップ勝利からのシュートっていうのが一番いい流れなのかなというところで、まあ、ドリブルに振ってみました。はい、一番左がですね、まあ、普段の捨てですね。ドリブルが 21,900、 シュートが 18,200、 パスが 15,000、 タックルが2万、パスカット 15,900 と、まあ、いう形ですね。まあ、タックル強いのと、まあ、ドリブルも2万ちょっと超えるぐらいですかね。で 50% の必殺技威力の補正をかけると、シュート値っていうのは 27,400 までいきますので、まあ、一応その 27,000 台っていうところはクリアしているのかなといったような選手になります。
ではシュネルフィンでちょっと比較、してみたいと思うんですけども、マリオゲートか、間違えた、マリオゲート比較したいと思うんですけども、その他にですね、あとミカエルとか、この辺とも比較してみようかなというふうに思います。まずスタミナなんですけど、以前のマリオゲートと比べて、ちょっと下がる形になってます。でドリブルも同じですね。ドリブルも前回のマリオゲートよりはちょっと低いと、ただシュートに関しては今回の方が全然高いよといったような感じですね。で、今回のシュートっていうのが、どのぐらい高いのかっていうのは、ミカエルとかその辺も交えて、ちょっと見ていこうかなと。はい、こちらですね。ミカエルが今のところ一番高くて、ナポレオンが来て、レヴィンが来て、ラファエルが来て、ロベルト、ツバ、チョーフェス、ツバサ、ナポレオン、ディアス、ゲーテと、ディアスと同じぐらいって感じですかね。全力全開 25% が乗った時の、ディアスと同じぐらいのシュート威力、シュート威力 50% 乗った時っていうのは同じぐらいだよといったような感じですかね。なので3万超えのシュート、実質3万超えっていうシュートチームまでは届きそうな感じですよね。はい、ではシュナイダー見ていきましょう。はい、今回シュナイダー早できましたね。ライトニングファイヤーショット、475威力のシュートがついてます。ちょっとシュナイダーにしては中途半端な威力なのかなと思いつつも、このライトニング、ライトニングじゃないや、ランニングファイヤーショットっていうのは、3人飛ばしの距離補正ということで、結構良さそうな必殺技かなと思います。カイザーステップの A とカイザーパスカットの A がついてるという感じですね。全力全開で、全力サッカー発動中の全パラ 15%。で、そして即海外5人以上の 20% ですね。なので、これで即海外も4人目という形になります。絆、技属性の日本選手がちょうど3人いると全員のパラメータ 2%。ハイボーラー、センタリングが必ず高い球になる。でもう一個絆がついてて、技属性の日本選手がちょうど3人いると相手チームのパラメータマイナス 2%。 必殺技封印、マッチアップ相手のタックル必殺技を1つ封印という形ですね。オフェンス 10%、 チームスキ 60% で見ていきます。スタミナは1202ですね。ドリブルとシュート、こちらに限突してみました。さて見ていきましょう。まずこっちが全力全開なしですね。で右が全力全開ありという形です。なしの時はドリブルが2500、シュートが23300、パスは15000ですね。全力全開が乗るとドリブルが23600、シュートが26800、パスが17000、タックル18000と、ちょっと物足りない感じではありますね。ステ的にはステータス的にはちょっと物足りなさがあるかなと。特にシュート値、27000を、この条件で超えれないというところなので、特技が乗ってもですね、乗っても超えれないというところなので、若干他のシューターと比べると使いづらいというか入りづらいのかなという感じですね。一応歴代のシュナーと比較してみたいと思いますけども、まずスタミナですね。スタミナに関してはフェスを超えて一番高いスタミナ値になってます。ではドリブルから見ていきます。ドリブルに関してはカジバ 20% が乗ったフェスの方が若干高いと。ただカジバ 20% なのでね、特定のところでしか乗りませんので、その辺は今回の全力全開の方が乗りやすいのかなといったような感じですね。問題はシュートかなと思うんですけど、はい、シュートに関してもフェスシュナのカジバ全開で乗った時の方が強いですね。ただリンク 20% が乗った時の、クラブシュナとかよりは高い値が出てますので、そう考えるとまだいい値が出るのかな、そういう意味で言うと。では、パス、はい、パスに関してもフェスのカジバ全開よりは低いと
いう形ですね。まあ、ただそもそももう1万台になってしまっているので、まあ、パス値に関してはそこまで高くないのかなといったような感じですね。まあ、なのでシュートの火力に関してもフェスの、まあ、火事場が乗せれた時よりは下がってくるけれども、クラブシュナとかよりは、まあ、若干高いと、まあ、ほぼクラブシュナと同じぐらい のシュート値ですよというふうに捉えてもらえればいいのかなという感じですかね。はい、それではタイガーボラン見ていきます。タイガーボランに関してはパスカットの S 技、会長パスカットっていうんですかね、まあ、そちらの S 技のパスカットがついているのと、あと雷獣シュートですね、まあ、ヒューガ君とかについてるやつですね、まあ、そちらがついているという形です。特技は自動パスカット強化、まあ、自動パスカット時に 80% の確率で必殺技が発動すると。でチムスキは超団結、力海外5人以上の 20% ですね。なのでタイガーボランで力海外が、今回で3人揃ったという形になります。まあ、なのでこれでやっと力海外は 60% 組めますね。あれ、まだ技海外が出てないですね。技海外が、まあ、次の多分ミューラーがそうなんですけども、そうすると技海外だけ1個足りないまま、このまま行ってしまうという感じになりそうですね。まあ、そうするとパスカルが技なのかな、もしかしたら。どうなんでしょう。はい、潜在スキル、まあ、今回タイガーボラン DMF とディフェンスなんですけども、シュート技がついてるという感じですね。潜在スキル絆、日本選手、まあ、即属性の日本選手がちょうど3人以上いると、ちょうど3人いると、全員のパラメータ 1.5% で、パラメータダウン耐性、味方に対するパラメータ低下効果を 5% 軽減、火事場の一撃、スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする、最大 30% といったような形ですね。まあ、フォメはオフェンス 10%、チームスキル 60% で見ていきます。スタミナ1168ですね。まあ、ちょっとね DMF でよく分かんなかったんですけども、シュートがすごい高かったんで、シュートに煙突してみたのとパスカットに煙突してみたと。まあ普通にタックルパスカットとかでもいいと思うんですけどね。はい、見ていきましょう。まあ、一応ね、なんでシュートに煙突したかと言いますと、まあ高浮きが、まあ、実は得意で、まあ、ただ高浮きの S 技っていうのが多分ないっていうところなんですよね。まあ、なので今後高浮きとかがなんか実装されると、まあ、高浮きがあったら教えてください。高浮き多分なかったと思うので、まあ、高浮きがあれば非常に面白いキャラクターにもしかしたら今後なってくるかもしれない。まあ、でも DMF だからちょっと厳しいかなそういう意味だと。はい、まあ、というわけで、値見ていきましょう。はい、まあ、シュートが 21,600、 そして、まあ、タックルが 16,000、 ブロック 14,000、 パスカット 27,000 という形ですね。で、必殺技の、まあ、火事場ですね。火事場の一撃 30%、まあ、これが乗れば、シュートが 28,000 の8,000相当の威力になります。まあ、高浮きの補正とかが入れば 31,000 までいくので、まあ、なんか高浮きの必殺技とかがあると面白くなってくるかなと。まあ、非常にシュート実は高いです。で、火事場 30% 乗っけて、タックルが 21,000、 パスカットが 26,900 という形なので、パスカットに関しては、まあ、正直非常に高いかなと思われます。なので、まあ、パスカに関してはいいんですけど、まあ、まあ、S タックルとかあるので、まあ、そちらを移植してきてタックルパスカットで煙突とかすると、まあまあ守備としてもそこそこ、まあ、やれるのかなというような感じですかね。はい、それではミューラー見ていきましょう。これで、海外選手、まあ、ドイツ最後ですね。ドイツ最後ミューラー見ていきましょう。今回のミューラーは技ですね、不動キャッチっていう、まあ、465威力なんですけど、まあ、威力的にはちょっと低いんですが、まあ、スタミナの消費がなんと285でやれると。なんとワイルドキャッチ A より少ないスタミナ消費量でやれるということなので、まあここはスタミナ消費量の高い S 技と併用してですね、うまく使うといいのかなというような感じですね。特技は全力全開の B ですね。全力サッカー発動中、全パラ 10%、 チムスキは超団結の技海外5人以上の 20%、
まあ、なのでやっと技海外の 20% が来たので、これで 40% が組めるのかなというような感じですね。で絆、技属性の海外選手が5人いると、ちょうど5人いると全員のパラメータ 2.5%、 パラメータダウン耐性、味方に対するパラメータ低下効果を 2% 軽減で、シュートキラー浮き玉以外で、浮き玉以外のシュートに対して 5% アップという形です。はい、まあ、フォメはオフェンス 10%、 フォメのチームスキル 60% で見ていきます。スタミナは1078ですね。まあ、キャッチに全振りしてます。はい、まあ、ここですね、ここ見てください。まあ、キャッチ何も乗らなかった時、まあ、23,900、全力全開が乗った時26,000、シュートキラーだけ乗った時25,000、シュートキラーと全力全開両方乗った時に27,500という形なので、まあなんとかその、まあ、基準としている27,000台っていうところに関しては届いてるのかなというところですかね。まあ、全力全開が乗らなかった場合においては25,000であったり23,900って値になるので、まあ、ちょっとその時は狙われやすいのかなという感じですかね。まあ、歴代のミューラー含めて、いろいろ比較してみたいと思います。はい、まあ、スタミナに関しては、まあ、渾身のミューラーの方が高いということになるんですかね。はい、1078ですので、まあ、渾身ミューラーの方が1126で、そちらがちょっと高いよという感じですね。ではこちら最大値で見ていきましょう。まあ、渾身ミューラーは非常に高いです。まあ、衝撃において非常に高くて、さらにシュートキラーが乗った上で全力全開が乗って渾身全部乗った場合は、まあ、幻林を超える値になります。でマボがいて、サリナスがいて、渾身ミューラーがいて、セーフティーゾーンと全力全開と渾身30%、まあ、これが乗った時の、まあ、渾身のミューラーがいて、でセーフティーゾーンの 15% が乗った時のフェスミューラーがいて、まあ、ちょっとジャーッと言っちゃいますけど、まあ、スーパーサブと海外選手キラーの森崎がいて、でその次ぐらいに来るのが、まあ、今回の全力全開プラスシュートキラー、まあ、両方乗った場合のミューラーという形になりますので、まあ、歴代のミューラーとかと比べると、まあ、フェスや渾身のミューラーよりはちょっと下に来ることが、まあ、増えてくるのかな。まあ、渾身に関しては初撃だけですので、まあ、初撃を超えればそれよりは高いんでしょうけども、フェスよりは低いという感じですかね。まあ、というわけで、まあ、エスパとかよりはね、高くなるのかなという感じですかね。まあ、全力全開だけ乗った場合の、ミューラーに関しては、まあ、ちょっとフェス林であったりとか、まあ、アジアキラーの、フェス島津よりも低い値になってますので、まあ、そういう考えると、まあ、そこまで捨ての高いキャラクターではないのかなというような、まあ、印象はありますね。はい、というわけで、以上、まあ、ざっとですけれども、長かったですね、見ていきました。はい、ぜひ参考にしていただいて、まあ、今回のねガチャを、まあ、どっち回すとか、まあ、何狙ってこうかとか、まあ、その辺をご検討いただければいいかなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。